アフガニスタン国土の高度分布図灰色に映っている部分は高度3000メートルを超えており、白が強くなるほど高度が上がる。この部分がほぼヒンドゥークシュ山脈に相当するヒンドゥークシュ山脈とは主にアフガニスタイ国内を北東から南西2200キロメートルにわたって伸びる山脈。一部はパキスタン西部にも広がる。クシュは、 山や山地を指すのでさらに山脈をつけるのは日本語の翻訳地名によくある慣例である。また、ヒンドゥクシュはペルシャ語でインド人殺しを意味する。これはインドからペルシャ方面に抜ける際に通るこの山脈の厳しい気候と地形から多くの人間が遭難死してきたためである。この山脈は単一ではなく最大幅5 0 0トルにわたる山地となっており、 アフガニスタンの首都カーブルも山脈を区切る幅の広い盆地に位置している。北東部ではタジキスタン領内のパミール高原やインドパキスタン間で貴族に問題があるカシミールに接し、ヒンドーラジ山脈を経てヒマラヤ山脈の生誕であるカラコルム山脈西部とつながっている。二つの山脈が接する統計74度の地点にはバツウラ氷河の源流がある。 ヒンドゥクシュ山脈は南西に伸びていくに従って、複数の島脈に分かれていく。いずれもカンダハル平原が南西の橋となっている。最高峰はティリチミール。7000メートル以上の峰としては、ノシャク、イストルオナ、サラグラルなどが際立つ。急旬な地形ゆえ、山脈周辺では土砂災害も発生する。1971年7月下旬には、 ケンジャン峠付近で発生した地滑りが集落を押し潰し、1000人以上が死亡している。ヒンドゥークシュ山脈は、南アジアのインダス川流域と、中央アジアのアムダリア川流域の境界を形成している。雪と氷からの溶けた水は、中央アジアの主要な河川システムに供給され、アムダリア川、ヘルマンド川、カブール川をなす。ヒンドゥクシュ山脈は、古来から、 東西南北の交通の障害となってきた。このため重要な峠が点在する。中央アジアとインドを結ぶ峠道が多数あり、ハワク峠はアレクサンドロス3世やティムールが通過している。シバル峠、サラン峠はカーブルと中央アジアのマザーリシャリーフを結ぶ重要な道路が通る。国際道路であるアジアハイウェイはイランのテヘランを経由し、西から アフガニスタン国内に入る。しかし、エラートの街でヒンドゥクシュ山脈にぶつかる。そのためハイウェイは南に向きを変え、ギリシュクとカンダハールを通った後、北東に進み山脈内の谷間を抜けてカーブルに到達する。その後、東のカイバル峠を越えてパキスタン国内に入る。標高が高く森林限界に近いため、樹木はほとんど見られない。 鉱物資源が発見されているものの交通路がないために開発が進んでいない。ありがとうございます。